にゃにゃーん、どうもこんにちは、シュン TV シュンのシュンです。 YouTuber's Life パート2やっていきたいと思います。ってことで今回もね、ネシュン TV ネシュンとしてね、まあ頑張っていきます。あ、なにこれ、おめでとう、レベル2到達したよ。新しいレベルに到達すると電球やスキル、動画クリップなどの新しいアイテムが安属され、たくさんのアイテムがお店に登場するよ。オッケー、あれ待って、一本の動画で自分、もしかして、報われちゃったあれ、チャンネル登録数、ちょっと、報われちゃった近く、なんかそういう風な感じがするけど、まあ、いっか。で、そうか。前ね、左にあるやつね、買ったんで、じゃあ、今回こっちにしましょう。ゲーム実況です。ゲーム実況ですってことでね。ステーション1でこれで合ってるね。オッケー。あ、すーん。はい、ということでね。びっくりってね、前につけました。なんか自分がつけそうなタイトルですね。ではやっていこう。さあ、動画を撮ります。撮れましたね。動画を開始する。あ、じゃあ、挨拶しましょう。にゃにゃーん、どうも、こんにちは。ネシュン TV のネシュンです。ネシュン TV のネシュンです。ゲーム開始までの時間。じゃあちょっと、まあ一応、意見でも言おうか、意見でも。お、次、あ、もう一個あるんだね。死ぬ前に20人の敵を出したよ。やったぜみたいな感じでね、ちょっと、いや、素敵な見た目でもしましょう。よーし。お、じゃあこれを繋いで、ちょうどこれ繋がってますね。やったね。わー、やったー。で、デンタリング、なんか、やつ使っちゃう。エフェクトですね。エフェクト使って、これで OK にしましょう。あれ、OK。はい。で、重中点、100点満点中の重中点。やったね。だから動画公開しましょう。すると、あ、ちょっとじゃあ学校行くか。勉強しましょう。あ、待って、なんか、食べるっていうあれもあったね。ご飯食べた方がいいのかな。あー、待ってよ。あ、ご飯。あ、やばい。あ、これ何や、何の、オレンジ色は何なんやろ。あ、ベッドのマークやね。あ、いや、寝たあかんのか。お、あ、空腹と喉の渇きっていう基本的なニーズを満たす必要があったよ。これら、どちらか一つのニーズが満たされないとエネルギーが足りなくなっちゃって、老眼の歴も最悪になっちゃうんだよ。しかも、それ以外のことをするのも本当に辛くなるんだよね。わかりました。じゃあね、もう、わあ、もうあかん。寝ましょう。寝よ。早く寝よ。ぐぐ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 ぐ
どこで食べる？なんかどっか、なんかどっか里出ていくんかな？うん？ん？え？何？え？冷蔵庫から？冷蔵庫からいいのか？あ、動画公開されましたね。わーわーわー。わーもう40、50。おー、あれ、新しい、なんか達成できてない。あ、何？あ、何？おー、何？どうした？え？どうした？誰？あー、何？あー、お母さんかね。今週はそれなりに勉強したわね。おめでとう。これからも頑張ってね。あ、ありがとう。アルバイトで お小遣い稼ぎができるのを知っている。ドアから仕事を選択して働くことはできるけど、他の任務をもろそかにしてはいけないよ。わかりました。なんかあれ褒められたな。なんで自分褒められた意味がいまいちよくわかってない的な感じだけど。なんか、わあ、レベル2になったよと。ありがとう。で、あー、そうか。400は、最初が466再生ってすごいよ。あ、もうちょっともう気づいてしまったけど、まあ低評価ついてる。まあ、いや。まあ、そんな気にしない。うん、気にしない。で、このお金のマークは何やろ？あ、アパートの家賃なんだね。
今は実家にいてるから0円だよと。で、わかりました、わかりました。おいしょ。じゃあ戻りましょう。で、確か携帯でなんか、カレンダーで、あと、なんだ、3、だから、メーター上げんとあかんのかな。今なんか、2個分まで出てるので、あと3回勉強しないといけなさそうですね。じゃあ勉強しとこうか。勉強しとこうかっていう、なんかめっちゃ勉強する人みたいになってるけどね。行ってきまーす。行ってらっしゃい。行ってきまーす。こんにちはー。500はめっちゃ再生されてるやん。じゃあもう1本ぐらいね、動画撮りましょう。じゃあ、なんかあれ？人気度が減っていってるわ。あ、やっぱ新しいゲーム買ったかな。じゃあちょっと、交互にやっていく感じでやっていこうかな。じゃあ最初に初投稿したゲーム2本目のね、動画を投稿します。キャッチの名前。はい、ってことでね、なんでってね、つけました。てか、よく思ったけど、動画のお名前決めてから動画撮るの？自分逆やねんけど、まあ、いっか。自分動画撮ってからタイトルどうしようかなって考えるんですけど、あれなんかいいのかな。どこが、まあ、正式な挨拶。にゃにゃーん、どうも、ねしゅん、にゃにゃーん、どうも、こんにちは、ねしゅん TV のねしゅんです。とか、ねしゅん TV のねしゅんです。とかで、ね。じゃあちょっと、昔なコメントが言うか。うべららららら。昔なコメントすらでもないね。え、裏切ったの？なんかちょっとおかしな批判でもしとく？そういうことかやって、動画が完了、終了したよと。で、あ、これはもう今回もつながっ、今日って言ったけど、今回もつながってますね。あ、じゃあいろいろ追加して、これで OK ですね。はい、レンタリングしまーしょ。あれ、引き受ける。あら、でも、おー、31点、おー、100点満点の31点でまだマシだよ。最初の方と比べたらね、まだマシですね。おー、608再生。どっちゃく初再生？自分、500回再生台しかされたことないけど、とか言って。まあ、で、今、レンタリング中ですね。じゃあ、寝ましょう。あ、何？この動画面白いけど、見かすぎます。次の動画はもう少し長くしてくれないかな。あ、わかりました。もちろん。優しさは大事だし、君はどうやって人に優しくするか心得てるしね。一人の登録者に対する君の態度が、より多くのフォロワーの獲得につながったよ。登録者数 10% アップ。え？ 10% ももらえんの？もらえんの？とかやって。え、 10% も登録してくれんの？ありがとう、とかね。ありがとうございます、とかやって。いやー、 とっても嬉しいよ、とかって。チャンネルやーいってやつは何なのね。なんかチャンネルやーいってなんだろう。よし、じゃあちょっと勉強しましょう。あ、何？ねえ、君、ビデオデームの、同店商だよ。とっておきの商品があるんだけどね。素晴らしい。ゲームがたったの40ベル。いや、違う、40ドル。なんかベルとか言って、もうベルはあつもりだ。40、じゃあ欲しいにしとく？頭より取り引きだったけど、それ詐欺？え、詐欺だったの？え、そう、自分40ドル、捕らえたん？え、違う？え、ゲーム？おー、そうか、勉強するからか。え、なんかお金取られたん？え、詐欺に会いました、私は。え、自分は詐欺に会ったの？お前、え、嘘だ。やめてよ。あ、ちょっとバイトしよっか。働こう。じゃあ新聞配達頑張って。頑張れ、新聞配達。行ってらっしゃい。ねしゅん、頑張ってね。新聞配達頑張ってね。ねしゅん、頑張れ、新聞配達。あ、なんか達成しましたね。経験値とかもらったかな。チャリン、あ、お金、あー、ねしゅん頑張ったな。ね、じゃあ寝ようか。お、あ、なに、あ、タスク完了。イエーイやって。イエーイ、ヤッフーか。ねしゅん寝ます？お、ねしゅん寝たね。いや、ご飯も食べようか。ね、食べよ。食べようとか言って。いや、ご飯食べたら今回のパート2はね、ここで終わりたいなと思います。ちょっとね、時間がいい感じなの。おー、ルンルンルン。熱心、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 熱でか、結構、あれだね。あ、でもあれ？あ、でも、再生回数減っちゃった。200再生なってる。ちょっと待ってね。とか言って。
あれ200再生減っちゃってる。間違えた。なんで減ってる。あ、でも視聴回数は1000回突破しましたね。あー、なんか人気あまりなくなってきたから減ったんかな。ちょっと人気度必要なね。よし、じゃあこんな感じでね、今回のパート2はこんな感じで終わりたいと思います。それではね、次回のパートもお楽しみに。ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。トイキャス、ミラティブ、ミルダムで生配信やってるので、もしよかったら遊びに来てください。ツイッターもやってますので、よろしくお願いします。チャンネル登録は真ん中のチャンネルアイコンをクリックかタップでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。